はね、あの吉井さんっていううちの親父の友達だった人の家でもうお亡くなりになりましたけども、ここは竹原で一番古い家かなんかなんですよね。元は庄屋さんかなんかで書いてあるかな、うん、はい、こんにちは、はい、どうも、はい、よかった、はい、はい、これはあのマッサンというですね、あの朝の連続テレビドラマで有名になったんで、まあ、この銅像がね竹鶴正隆さんっていうのができて、竹鶴さんっていうのは竹原で有名なあの酒屋さんなんですね、造り酒屋さんで、日本酒を作ってた人が、まあ、ヨーロッパに修行に行ってですね、まあ、ウイスキーを初めて日本に、まあ、持ち帰った人なんで、まあ、竹原の人の間では有名だったんですけども、全国的には無名で、それがあのテレビドラマのおかげでね有名になったんで、まあ、銅像を作ったという、だから銅像ができたのはテレビドラマの後なんですね。え、そうなんですか。はいはい、最近できたんです。はい、私も日華の株主 で日華が今アサヒビールになってるんですね。で、私が買った時より5倍ぐらいになってます。はい、優待も今ついてますんでね、はい、まああの竹鶴さんが竹原の出身なんで日華の株主になろうと思って、まあ何十年か、まあ20年ぐらい前かな、株主になったのが結局はまあうまくいったというね、はい、そういう投資例なんですけども、ああ、はいはい、まあこれ父が90歳ぐらいまではだいたい毎日私とこう、私が竹原に帰ってきたらこう散歩してたんですけどね、こう竹工房ですね、竹細工が置いてあるからちょっと見せてもらえますかね。お邪魔します。まあ、竹原はあのなんか竹の細工っていうのをいろいろやってる町でもありましてね、すごい高価なものもありますね。手作りで皆さん編んでおられるんですね。ああ、風車がありますね。ああ、風が吹くともありますね。ちょうど風が吹いてくれて、ああ。はい。これがね、あの同級生で中学校2年生の時は同じクラスの同じクラスでした岡崎さんです。この、あの竹すずめいう彼は秀才の方ですけど、お店をやっとるで、ちょっと竹原ロケに来たんで、あ、そうですか、入らせてもらって、あ、どうぞどうぞ、はい、見てやってください、はい、ご主人も中学校2年生の時は同じクラスの人でね、同級生同士で結婚したという本当でした。科目で勉強のできる桐谷くんでした。頭良かったですね。うん、良かったですね。もう、いつもトップクラスで。コロナで3年間帰れんかったけんね。だからもう久しぶりです、ここの街並み歩くのも。こちらも1年ぐらいはもう完全に閉めてます。そう。うん、この9月からオープンして。あ、そうですか。うんうん、はい。はい。はい、うん。ありがとう。そうそう。あの、つまんないもんですけど、うん、私の付箋50枚ほど一つあげましょう。はいはい。ここはあの、来山陽という江戸時代のね、あの国学者があの子供の時住んでたというね。まあ、子供の時からよく来ましたけど、うちの父親はここの庭で遊んでたという子供の時に。うちの庭もこういう感じでね、もう自然の、あの、あれ、あの曲がったままでね、天井のね、大きな柱を使ってるという昔。子供の時よくここ、銀杏取りに来てたんですけども、銀杏が落ちなくてもですね、石を投げて、うまく当たれば銀杏が落ちてくるんで石を投げてたんですよ、近所のことで一緒にね。だったら怒られてね、なんか私なんか捕まってこうおばさんに怒られちゃった記憶がありますね、子供の時に。
出るときここで結構頭打つ人が多いらしいんで、あの日本の百名園って言われたね、そういうあの庭なんですね。で子供の時よくこう父と一緒に来てました。ちょっともうちょっと近寄ってみ、おっと危ないちょっと近寄ってみますかね。今でもほぼ自由にあの入れるんですけどね。ただあの今はね、町の人もあんまりここがあの昔すごい庭だったっていうのを知らない人が多いみたいで、あんまり訪れる人はいないかもしれませんね。だからこう昔の人の作りがね、いろいろ工夫されてるんで、昔はすごく有名だったんですけどね。10年ぐらい前までは父と一緒に来る散歩コースの一つに入ってましたんで、よく来てました。ただ最近は知ってる人があんまりいないみたいで。よかったね。ここもあの竹鶴さんと同じように造り酒屋のとこでですね、でここあの蔵を何十年か前に改造してこうお店にしちゃったんですね。ここも時々来て、ここもただで日本酒を飲ませてくださるってんでね、昔ただで飲めましたよね、ちょっとお酒が。今も飲めますか。で父親がね酒が好きなんでね、時々ここへ寄ってね、父親にただ酒飲ませてたという、そういうのがあるんで。ここがうちの遠い親戚でね、あの財閥の桐谷のうちだったんですけども、もうあの人はいなくなってしまったんですけどね、昔あの全国の長者番付に載ってたっていう大金町なんですけども、ここが昔 お父ちゃんが生まれてうちじゃいよね。ここが父の父が、私のおじいさんがここで菓子屋をやっておられたんですね、昔。そうですね、大正時代に。ここが磯部旅館といいまして、昔から由緒あるね、あの、まあ、旅館だったんですけど、廃業しましたけどね。でここがあの昔音無美紀子さんが主演の「ゆかず出戻り小十津」という高橋源洋さん あのテレビドラマがあったんですね。でドラマの中で音無美紀子が旦那と喧嘩して竹原の実家へ戻ったっていうのがここになって、でここで撮影したということもありましたね。ここ2階の部屋の彫刻なんかがすごいんで、竹原の人は誰も気づいてないという、ここがすごい旅館だということを。あ、そう、ここがあのここが有料のとこなんですけど、松坂亭って言って、あの子供の時は単なる家で、あの私毎日遊びに来てたような家なんですけど、今はちゃんとね入館料取って、まあ、見せるような、やっぱり昔の家でね。この道を来たんで、で竹工房に行って、来宅へ行って、恵比寿堂行って、まあ、松蓮寺行って、こっちの方から回って酒蔵交流館通ってね、今こういう側にまた来たんですね。これは桐谷亭ってちゃんと書いてあるぐらいお金持ちだったんですね。うん、あのどうってことないんですけど、元気でやろうてんかな思って、うん、うん、そう、はいはい。同級生でここ昔から酒屋でね、ここは親の後を継いでやってて、で自然食レストランもやってられるという、そういうお店なんですけども、昔よく竹原帰ってきた時おしゃべりの相手になってもらってたという、ここへ来てね、そういう間柄なんです、はい。高校生で初めて同じクラスになったというね。ここへ将棋に来よったやろ、うんうん、そう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 、ここそうそう、ここ将棋道場を作ってね、うん、いや、あの小学校中学も同じだったけども、同じクラスになったことがなかったというね。生徒がね500人近くいたんで、初めて高校生になって同じクラスになったということです。竹鶴さんまで来てね、ちょっと顔見に寄っただけなんで、じゃあまた、はい、それやそれや、はい。